ただいまからのアシカショー頑張りますのはこちらカリフォルニアアシカのマリンです。皆さんどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。今日はですね、皆さんに一つご報告があるんです。なんとこの度マリンがモデルデビューすることになりました。おめでたいですね。ありがとうございます。ということで今日はマリンと一緒に立派なモデルになれるよう修行を頑張ろうと思うんですけど、マリン様に頑張ってくれますか？おお、いいですね。やる気満々です。よっしゃ、早速ですね、いろいろやっていこうと思うんですけども、まずはモデルといったらやっぱりかっこいいポーズ取れた方がいいんですけど、マリさんポーズなんか取れますか？お、バッチリじゃないですか。いいですね。ありがとうございます。 OK、 よーし、ポーズはねバッチリみたいですので、続いてはマリに似合う衣装を探していくことにしましょう。で今日はですね、私いろいろ用意してますので、今日まずはですねこちら、こんなかっこいい帽子なんてどうでしょうか。よし、他にもあるんでマリさんちょっとこれかぶっててもらってもいいですか？さあ、じゃあ今度はですね、まあ、女の子らしくかわいい感じのでいましたよ。じゃあこちら、こんなねかわいいリボンなんてこと、あれこれさ、さっき渡した帽子どっか行ってるんですけど、うまいか。じゃあこのかわいいリボンをつけてみましょうか。いいですか？よいしょ。お、バッチリ似合ってるじゃないですか。あれ、ちょっとマリさん、あーちょっと捨てちゃいましたね。あ、しかもさっき渡した帽子も落ちてます。もうなんでそういうことするかな。私マリのために一生懸命選んできたのにな。もうひどい。ありがとう。なんだか慰められちゃいましたけど、まあどうやら私が選んだものだとはちょっと気に入らなかったみたいですね。わかりました。まあ、そこまで言うんだったらね、マリ自分で選んできてもらいましょう。さあ、マリさん、なんか期待があるでしょう。ちょっとお願いしてもいいですか？先ほどね、マリセンスあると思いますので、可愛い衣装着てきてくれると思うんですけど、どうでしょうか？あれ？なんか犬が出てきましたね。確かに可愛いですけど、そういうことじゃないんですよ。マリさん、衣装お願いしてもいいですか？すみません、ちょっと気を取り直して、もう一回行きましょうか。お願いしますね。さあ、今度こそじゃあね、バッチリ衣装着てきてもらいましょうか。なんかすごいのが出てきちゃいましたね。マリさん、ちょっといいですか？ね、これ絶対衣装じゃないでしょう。マリさん、今ね、衣装を着てきてくださいって言ったんです。なんでこんなね、馬になったりしてるんですか？真面目にお願いしますよ。あれ、ちょっと、またなくてもいいでしょう。ちょっと、ごめん。どうしましょうね。なんか泣き出しちゃいましたね。ちょっときつく言い過ぎちゃったみたいですね。わかりました。じゃあどうやらふざけてはいなかったようですね。でもどちらにせよ私もマリンもちょっとセンスがないようですので、やっぱ衣装は諦めて小物に絞っていくっていうのはどうかな。どうやらマリンも賛成してくれてるみたいですね。よし、ちょっとマリンに似合いそうなものもう一回探してきます。よっしゃ、小物と言ったら、ありましたよ、こちら。でこんな綺麗な花束はどうでしょうか。さあ、じゃあマリさん、早速持ってみましょうか。じゃあ皆さん、似合ってたら、大きな拍手、よろしくお願いしますね。いきますよ。よいしょ。さあ、いかがでしょうか。ありがとうございます。よかった、拍手たくさんもらいました。よいしょ、OK。さあ、じゃあこの綺麗な花束、ちょっと使っていくことにしましょうか。ではバッチリ小物も決まったところで、続いてはですね、一番大切な歩く練習をしていこうと思います。今日もセックスリス、お客様のお近く通ってご挨拶しながら行きましょう。では今からお近く通りますが、マリには触らないようにだけお願いしますね。さあ、じゃあマリさん、バッチリご挨拶していきましょう。はい、ではまずはこちらから行きましょう。こんにちは。じゃあご挨拶です。どんどん進んでいきます。はい、じゃあこちらでもこんにちは。名前も覚えてあげてくださいね。マリンって言います。はい、では今度はこちらも行きましょう。お待たせしました、こんにちは。
じゃあ可愛く写真撮ってあげてくださいね。はい、こっちでいいですね。それではこちら端っこでモーちゃんとご挨拶です。じゃあここではですね、ちょっと元気に行きましょう。こんにちは。はい、バッチリですね。いいです。よし、じゃあ今度はちょっと U ターンして、じゃあこちら真ん中ちょっとお邪魔していきましょう。さあではこちらではですね、最後一番大きな声でご挨拶です。では皆さん聞こえたら大きな拍手よろしくお願いしますね。さて、森さん、準備はいいですか？元気にいきますよ。せーの、大丈夫？よし、頑張って。よいよ、頑張って。さあ、いかがでしょうか？皆さん、マリーの声が出ていただきました。ありがとうございます。よかった、たくさん拍手ももらいました。よし、歩く練習なのでね、最後はかっこよく歩いて帰っていきましょう。さあ、ではこれでご挨拶も練習もできましたので、じゃ続いてはですね、ちょっとステージの準備もしていきましょう。じゃあ今日はですね、こちらに今レッドカーペットを用意してますので、マリにはこの上をかっこよく歩いていってもらいます。さあではその前にこれ敷かないといけないので、じゃマリさんお願いしますね。さあではあっちの丸台までバッチリ引いていってもらいましょう。ではこの上歩くので綺麗に引いてくださいね。はい、じゃあ行きましょう。マリン頑張って、いける？よいしょ、頑張っていきましょう。マリさん頑張って、よいしょ。おー、いいですね。スタートはバッチリです。さあではその調子で残りの半分頑張れ、よいしょ。さあマリさん、もうちょっと。さあでは残りも少しぶり頑張れ、よいしょ。さあでももうちょっと、もう一回。よっしゃ、 OK、 バッチリしてました。マリさん OK ですよ。さあではですね、ステージの装飾はマリンが頑張ってくれましたので、続いては私の準備もしていきましょう。じゃあマリンがかっこよく歩く姿をですね、私はこちらの大きなカメラでバッチリ捉えていきますね。でちょっとこれビートを合わせていきますので、マリンさんそこでポーズかなんか撮ってもらってもいいですか？じゃあいきますよ。じゃあこう構えて、じゃあピントですね、こうやって合わせ真っ黒ですね。マリンさん近すぎるんですけど、待っててもらってもいいです。すみません、ちょっともう一回いきますね。マリさんポーズ取ってよ。じゃあいきますよ。じゃあこう構えて、じゃあピントですね、こうやって合わせたいんですけどダメですね。わかりました。でちょっとカメラマンは皆さんにお願いしていくことにしましょう。では私はマリンのサポート役頑張っていくことにします。さあではね、ステージの準備も整えましたので、早速マリンの今日の練習の成果を皆さんに披露していきたいと思います。さあマリンさん頑張っていきますよ、よいしょ。ではですね、今日はかっこよく音楽に合わせてカーペットの上歩いていきたいと思います。はい、じゃあマリンさん準備して、ではいきますよ。ミュージックスタート。いくよマリン、頑張ってね。せーの、マリン自分で歩いてみて、どうやらマリンも満足してくれてるみたいですね。よかったです。よっしゃ、これからもですね、一緒に修行を頑張って、あとね、立派なモデルになれるよう頑張っていこうと思います。よっしゃ、マリンさんもこれからも一緒に頑張っていきましょうね。あ、いいですね、歩きもままです。じゃあここからですね、ちょっと気分を変えて、マリンの得意なスポーツも皆さんに見ていただこうと思います。よっしゃマリン、スポーツ頑張ってくれますか？いい返事です。さあではちょっとね、道具準備していきますので、じゃあ少しお待ちくださいね。さあ今日はですね、こちらにマリンの得意なスポーツの道具たくさん用意してますので、じゃあこの中からいくつかセレクトして今日は頑張っていくことにしま ますので、マリンにはお花で上手にキャッチしてもらいましょう。さあじゃあいきますよ。で、その前のパスはぜひお客様にお願いしましょう。じゃあどなたかマリンにパスあげてくれる方いませんか？はーい。お、
さん挙げてくれてますね。どうしようどうしようかな。こちら1列目ピンクのワンピースを着てるお姉ちゃんお願いしてもいいですか。そうです、お父さんのお隣に座ってるお姉ちゃんです。さあではお姉さんからボールをもらって丸いのお花目がけていきましょう。せーの、お父さん来てありがとう。じゃあそのままゴールに、ナイスシュート、かっこよく決まりました。お姉ちゃんありがとう。気をつけてお席にお戻りくださいね。さあそれではシュートもかっこよく決めてくれたところで、残念ながらそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。では最後はこちら、皆さんと遊べる輪投げにチャレンジしていきます。この後10名のお客様にやっていただきますので、やり方よく見ていてくださいね。ではまずは私隣で練習です。いきましょう、せーの、この連続して投げていきます。じゃあここからは回転をかけて難しくダブルステップ、ナイスピン、ありがとうございます。さあでは続いては皆さんの番です。ただいまからあちらのスタッフがボール配りに行きます。やりたいという方はぜひその場で手を挙げてお待ちくださいね。さあではワットをもらったお客様は順番に前にお越しください。お、まだ水色のワンタンのお友達からいきましょう。じゃあ、たまりに出かけて、おほばっちり、ありがとう、いいですね。気をつけておいてね。あれは続いて、友達も行きましょう。ナイスキャッチ、ありがとう。あれは姉ちゃんも、よいしょ、ナイスキャッチ、ありがとう。よー、お、いいですね、みんな上手に投げてくれます。では続いてのお友達も行きましょう。お、バッチリです、ありがとう。さあ気をつけて降りてね。はい、では続いて最後のワッカのお友達もナイスキャッチ、ありがとう。じゃあ色のワッカのお友達ですね。はい、バッチリ、ありがとう。さあではお姉ちゃん頑張ってもらいましょう。ナイスキャッチ、ありがとう。さあでは残りも少なくなってきました。お姉ちゃん行きましょうか。いいよ、ナイスキャッチ、ありがとう。では最後は2人で行きましょう。はい、バッチリ、ありがとうございます。では皆さん気をつけてお席にお戻りくださいね。さあそれでは皆さんに遊んでいただいたので、最後はちゃんとお礼をします。皆さん遊んでいただきまして、どうもありがとうございました。あれ、運動しちゃいましたね。さあそれでは残念ながらお別れのお時間です。最後マリンからもご挨拶をします。じゃあマリンキリ、はい、最後まで応援していただきまして誠にありがとうございます。この後も館内ごゆっくりとご覧くださいね。では最後にマリンから愛を込めまして、お礼の投げキッズのプレゼントです。皆さんぜひ受け取ってあげてください。はい、いきますよ、せーの、投げキッズ。はい、どうもありがとうございます。Aqui na saída tem uma lojinha aqui de lembrancinha aqui. Isso aí. O que é isso? Capivara. Hã? Capivara. Capivara?Capivara tem no Brasil. Capivara tem bastante lá no Brasil. Detonada. Tá? Essa aí, a mulher tá lá com um barulho em cima, raspando.
para ir para mim. Que é isso aí? Peruca! Peruca! Ah, não, tirou eu. Põe lá, senão ele vai pensar que você tá pegando. Põe lá, isso aí não pode. Vem, Ina. Vem. É, e era legal lá dentro do aquário? Foi legal? Hã? Gostou do passeio? Acabamos de sair do aquário aqui, né? E nesse parque aqui, ó, também tem a roda gigante. Pra quem gosta da roda gigante aí, ó. Tamo indo, bicho. Aqui, ó, é... em frente ao aquário aqui tem aqui os... as barraquinhas aqui, né, ó. Que pop. Que vende... tem uns carros aqui que vende as comidinhas aqui. E, tipo, o pessoal já tá indo embora, o outro lado já tá fechando lá o carro dele ali, ó. Aqui é a barraca que o cara tá fechando aqui, o carrinho aqui é o takoyaki, aqui ó, tinha kakigori, né, que é o, a, aquele raspadinho de gelo, né. Aí pra lá a gente tem o, a área aqui que faz o churrasco, parece. Yeah, I had that dog.